あ、これ伸ばす。向田メイ。向田メイ。メイさんと、荒らぎさん。荒らぎさん。はい。わ、これで見よう。お、どうしよう。こうしたらいいか。あ、めっちゃむずい。どうしよう。いいじゃん。ん？これ1週間前に配信済み。これ、え？いや、多分やってるんじゃなかったね。じゃあ、やっとこ。え、YouTube は勝手にやってくれるん？これ。ありがとう。もう出してる。もう出してんだ。ここから見て、見れる？見れます？ここから見れる？見れるって。全然間に合ってない。さて、10月ももう終わりますけれども、はい、なんか今年ほんとあっという間やな。そうですね、うん、だってもうこれで10月終わったらもう来月11月そして12月で、うん、2018年終わり。早いですね、そう考えると平成最後の 10月が終わろうとしてますけれども、はい、来年の春から平成じゃなくなる。5月から平成じゃなくなるっていうことで、はい、まあ、平成最後のなんか年越しも近づいてまいりました。急にね、寒くなってきましたけど、きょんちゃん風邪ひいてないですか？大丈夫？はい、今のところ大丈夫です。なんかね、いきなり寒くなって、はい、この間さ、まあ、俺が2個でライブやってた日に、はい、厳島神社で、うん、島谷ひとみさんの20周年、はい、まあ、アニバーサリーライブが厳島神社であって、そうだったんですね、FM 廿日市の、はい、メンバーの方々も皆さんでなんかね、応援に行ったっていうことだったんですけど、はい、すっごいやっぱ寒かったって。あ、寒いですね。そう。もうやっぱ夜になると寒いから、はい、かといって厚着するとなんか結構暑苦しいというか汗かくぐらいで、うん、はい、なかなか難しい季節になったなと思いますけれども、はい、リスナーの皆さんは風邪などひいてないでしょうか。シンガーソングライターの香川博光です。いや、今月はね、生放送でなんとか、いけますけれども、はい、来月ちょっと収録もあるっていうことなんですけど、はい、俺ももうここ最近めちゃくちゃ忙しくて、うん、まあ、10月ってやっぱ収穫シーズンもあって、はい、今年もね、去年はバンドのメンバーみんなで行ったんだけど、はい、島根県吉賀町行ってまいりました。はい、美味しいご飯と、まあ、新米といいですね、で収穫祭っていう、まあ、はい、今年はなんか学祭とかじゃなくて、もう収穫祭として呼んでいただいて、はいはい、普通の農家の方のバカでかい倉庫の部分を、はいはい、まあ、なんだろう、客席兼バーベキュー会場みたいな。おー。で、その外に、はい、その稲を干してあるところに看板かけて、野外ライブみたいな。コンテナ積み上げて、ステージにして、すごい、すげーなと思って。だから結構音楽的に音響組んでて、もう爆音でさ、山々にこう、こだまするみたいなのが。はい。ご近所の方、皆さん集まってるという感じですか？そうそう。まあ、吉川のね、方とか、まあ、吉川の高校生とかもちょっと集まってくれて、はい、すごくね、賑やかに歌わせていただきました。島根県吉川町の皆さんは本当にごちそうさまでした。で、俺、生まれて初めて食べたんだけどさ、はい、まあ、いわゆるジビエ料理っていうのかな、その鹿肉。あ、そう。まあ、イノシシとかね、鹿とか。で、なんか、もともと大阪のホテルでシェフやってた方が、はい、なんか、たまたま吉川の方に来てて、はい、でそれでシェフがちゃんと料理してくれてて、はい、めっちゃ本格的な、なんか鹿肉のなんか唐揚げとか、はい、でイノシシのカレーとかね、はい、いろいろこう出してもらって、なかなかね、おつな味がしました、はい、鹿って食べれるんだと思ってね。そうですね。じゃあ宮島の鹿食べれるのかな。そう、食べれるんでしょうね。これからちょっと宮島の鹿の見方も変わってくる。かわいそうですけども、はい。まあ、一応収穫祭、ハロウィンの時期なので、今回一発目は僕のハロウィンソング、ジャックランタンをお送りしようかなと思います。
が見る皆さんこんばんは、シンガーソングライター高川博光です。こんばんは、パーカッションの川本京子です。高川博光のアコースティックラジオ、毎月第2第4火曜日の夜8時から9時まで、こちら FM 廿日市スタジオより生放送でお送りしております、はい。最近ね、ユーストリーム放送終わりまして、あの基本的にはまあサイマルラジオ、ネットラジオでね聞いていただけたらなと思うんですけれども、あの試験的にね、なんか YouTube の動画配信、してるということで、YouTube でこれ FM 廿日市で検索したらいいのかな、あの FM 廿日市と検索してもらったら生放送の動画が、一応楽しめるようになってるらしいです。しかもなんかこれでもあのね、このスタジオ内のカメラの音声を拾うみたいなので、我々の CM 中の音声も筒抜けということで、もう我々 CM 中も気が抜けない状態になっておりますけども、はい、ついさっきも先ほど俺があのヘッドホンが折れるっていう事件が起きましたね。バーンってなりましたけど大丈夫ですか？そのあーっていうのが YouTube で配信されてたと思いますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。FM 廿日市のね、はい、アコースティックラジオ、今月も元気にお送りしていこうと思っております。はい、毎月、まあ、テーマ決めて、一応リクエストも、募集しながら、まあ、トークも進めてるんですけれども、今月のテーマが、
まあ、月始めにあったミスチル芸人に私が影響されまして、ちょ、アコラジもミスチル特集じゃと。はい、ミスチルをですね、ぜひ皆さんの思い出とともに送っていただきながら、はい、まあ、食欲の秋ということで、うん、おすすめのラーメン。はい。まあ、全国どこでも結構です。ラーメンも送ってもらう。だからミスチルとラーメン。はい。おすすめのラーメンとおすすめのミスチルを、教えていただけたらなと思います。はい。宛先は、E メールアドレス、fm@761.jp、fm@761.jp、ファックスナンバーは0829-31-0761、0829-31-0761となっております。はい。また、ツイッターのハッシュタグで、ツイートしていただいても結構です。シャープアコラジ、シャープ FM アコラジか。シャープ大文字の FM カタカナでアコラジです。ぜひともツイートしてみてください。ピアコーセもよろしくね。今日なんかね、最近結構学生さんがチラチラ見に来てくれたり。はい、そうですね。ね、はい。前回もなんか、社会人だったか、あれは。そうですね。ちょっと若い若い男たち来て。はい、でゴミ置いて帰るっていうちょっと悪いやつ、成敗しようかなと。成敗、はい、ぜひぜひリクエストもお待ちしております、はい、ミスチル特集ということで、今日ね、俺実はお昼に平日ながら毎月1回やってる2個のランチライブで、はい、まあ、皆さんにお食事も楽しんでもらいながら僕のライブもありますよみたいな感じのね、ランチライブニコニコっていうイベントやったんですけども、ミスチル歌ってきました。365日のもう盛大に間違えて、演奏が止まるという事件を起こしましたけど。事件ですね、それは。ミスチルってすごいさ、なんか言葉がこう、はい、くちゃ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 ってさ、詰まってて、365日の、ララ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 ラみたいなのがね、こう、だんだん30代を迎えると、頭が回らなくなってくる。記憶がちょっと曖昧になってくる。記憶が曖昧になってくるね。はい、今日も、まあ、リクエストなどあればですね、言っていただけたら、歌うかもしれません。はい、で、今日ね、久々にゲストが、来てるので、また後ほどね、ご紹介させていただこうかなと思うんですけれども、もう広島を代表すると言っても過言ではない、スペシャルガールズバンドのですね、からメンバーが2人今日来てくれてるので、また番組の後半も楽しみにしていただけたらなと思います、はい、ここで1曲を聴いていただきましょう。香川博光でただいま。これさ、はい、もう出ました。あ、出ました、ありがとうございます。あ、もう十分感じますか。いや、ちゃんとセレクション終わってからです。あ、はい。あ、大丈夫です。これ今片耳しか聞こえないんだよね。あ、こっちにしますか。緑。変えてみようか。待てよ、これがここに繋がってんのか。あ、なるほど、延長で。こうして。でもやっぱこれ左になるんだな。しょうがないっぽいわ。なんかグルルルとかやったらな。グルルルって。これ。どうだろう。まあ、まずこれで片付けます。うん、まあ、いいか。そっち聞こえてる？両方。延長すると聞こえないのかな。あ、本当だ。左だけだ。ね。うん。なんか申し訳ないけど。まあ、なくてもどうだろう。まあ、一応ね。うんうん。あ、YouTube コメント待ってまーす。あ、そっか。これも今流れてるんだった。うん、やばいやばい。あ、抜けた。今じゃあ、うんちとか言っちゃダメだってね。ダメ、絶対ダメ。うんちとか言っちゃダメね。行くよ。31歳、ダメ。32?32 です。最近すごい汗かく32です。匂い大丈夫かな。ギターのこのストラップをさ、オキシ漬けで消臭したの、この間。すげえ綺麗になったよ。まあ、どうですかね、ずっと。そう、洗えないしさ。確かに。もうじゃあ、そろそろ落として、アコラジのジングルかけてもらって、で、今日のセレクションいきます。
週のギョンザセレクション、ウフー、大人気コーナーになってまいりましたけれども、はい、ありがとうございます。はい、今回はですね、まあ、今回は、うん、てか今回もと言いますか、またちょっと私が参加させていただいた CD をちょっと流させていただきたいなと思い持ってこさせていただきました。はいはい、じゃあ早速いいですかね、今回も。はいはい、それでは紹介します。築山翔を率いるグリーンリボンファミリーで Life is Color。 そんなのいる、知らんかったわ俺、これ築山翔雲さんの CD だったのこれ。あ、そうそうーん、これピアノ堤さん。あ、そう。築山翔雲さんじゃなく、グリーンリボンファミリーっていうユニットなの。うん、一応、この原曲が築山翔雲さんの、オリジナルで、グリーンリボンのテーマなんだけど、それ、あとで言ってもらおうか。そうそう今言ってるの、2回言うようになるけど。いいね、なんか。いい歌。なんだこれ。まちゃみだ。どこに置いとけばいいの。確かに遠い。もういいかな。じゃあ乗せましょうか。そうそう、じゃあ乗せまーす。はい、グリーンリボンファミリーで Life is Colorful をお聴きいただいております。築山翔雲さん、こういうユニットもやってるんですね。あ、そうなんです。これはもともと築山翔雲さんのオリジナル、うん、作詞作曲のオリジナルなんですけれども、うんうんうん、この、 グリーンリボンというですね、臓器提供の、ものなんですけど、NPO 法人グリーンリボン推進協会のテーマソングに選ばれていまして、つい先日ですね、グリーンリボンのフィスフェスティバルがあったんですけど、それに向けて、グリーンリボンファミリーということで、広島で活躍している、ボーカリストでしたり、まあ、演奏者の方を集めて、このために撮り直したというか、はい、そういうユニットになっております。そんなきょんちゃんも今、はい、グリーンのヘッドホンつけてますけれども。そうですね、結構。狙って今日、相手チョイスしたんですね。そうですね。はい。グリーンリボンはご存知です？うん、なんか、前の施設、これね、もともと施設住んでたりしたから、はい、そういうので聞いたことはあるけど、はい、でも自分自身があんまり関わったことはないかもしれない。私も初めてそのグリーンリボンっていうものの、イベントに関わらせていただいたんですけれども、やっぱり臓器提供の意思表示をについてみんなで考えて、その輪を広げていきましょうっていう会なんですよね。うんうんうん、だから直接命に関わることなので、うん、そういうことを考えるいい機会を与えてもらったなという思いですね。だキョンちゃんも、はい、もうこのユニットのメンバーの一人っていうか。あ、そうですね。このカホンとかタンバリンとかは全部出させていただきました。キョンちゃんの音も入ってるっていう、ね。はい。なんかみんなでね、一つになれるかなと思うんですけど。ピースフルな感じなんですけれども。この CD、はい、私もライブ会場とかで、置かせていただこうと思っておりまして、はい、で、この CD の収益の一部は NPO 法人グリーンリボン推進協会に寄付されますので、うん、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、今回は築山翔雲率いるグリーンリボンファミリーで Life is Colorful をお聴きいただきました。今週のキョンドセレクションでした。読んでくる。どっちでも好きな方に座ってもらって。
とね、ヘッドホンの調子が片方しか聞こえないから、はい、まあ、つけてもらっても、つけんでもいいかもしれないから。YouTube 声続けな、なんか面白いです。あ、そう、なんかこれ今 YouTube ライブ配信を、まあ、試験的にやってて、あ、そうなんですね、今このオフの時もこの会話は YouTube にちょっと行くんで、そうだな、今だからうんちとか言っちゃダメだよ。めっちゃウケる。ペロペロしてやりたいはずで、ビリギリギリ、ギリ、そろそろ行こうかな。さて、CD 聴いていただいてますけれども、本日のゲストをご紹介しようかなとおります。広島発のガールズバンド、ペロより、ボーカルギターの向田芽衣さん、そしてギタリストの荒々さんに来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。荒々さん、ちょっとね、若干マイク近めでお願いします。いやいやいや、結構久々に来てもらったってことで、そうですね、ね、何年ぶりかちょっとわかんないんだけど、はい、なんか前回まあ、ボーカルギターの芽衣ちゃんと、はい、当時のドラマだった、そうです、直樹くんが、以前ね、出演していただいたということで、はい、1年ぶりか2年ぶりかなぐらいかな、ということで、はい、マイクのあれ、よかったら、書いてもらって大丈夫なので、楽に、楽に。これはもうちょっと、はい、荒木さんは割と、不慣れっぽい空気が今、出てますね。じゃあ、きょんちゃんの方からプロフィールの紹介よろしくお願いします。はい。あ、お水がこぼれました。おお。はい、ボーカルギターの向田芽衣さんとギターの荒木さんのお二人にお越しいただいております。二人はもともと高校は別だったのですが、軽音サークルで知り合い、ともに安田大学にたまたま入学し、ね、ペロペロペロしてやお水こぼれたのはどうですか。いや、噛んじゃいけんよ、このバンド名はちょっと。はい、安田大学に入学し、ペロペロしてやりたいわずを決定。ああ、いいですね。ちょっと今のエコーかけてもう一回言ってもらいますか、ね。はい。もう一回お願いします。ペロペロしてやりたいわずを決定。はい。ありがとうございます。はい、最初はコピーバンドとして活動されていましたが、オリジナル曲を作り出し、2013年春、ミュージックキューブバンドコンテストで優勝されました。はい。はい、タワーレコードで3曲入りワンコインシングルを発売し、1ヶ月で完売。おぉ。2018年6月には、ペロに改名し、新ドラマ、ファイターさん、加入が、加入されたということで。はい。だから今は全員女性。そうなんです。完全にもう、ガールズバンド。ありました。初期メンバーっていうと、一番初期で言うと、全員女の子で、うん、今来てるこのギターの荒木と、私がオリジナルメンバーで、もう、ははははこの2人はコロ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 変わりつつ。変わりつつで、ね、はい、やっと落ち着きました。ちょうどね、ちょっと前まで俺のそのスタッフで一生懸命やってた、はい、僕のスタッフのイズっていう女の子が、ペロペロの大ファンで、はい、もう T シャツ着ててよく、はい。なんで後ろにペロペロって書いてあるの。そうそう、すごい大ファンでね、なんかね、すごい CD とかも俺にお勧めしてくれて、あれどこで踊ってる PV の、はい、海のやつ、はい、あれをもう何回も見ました。 あれいいよね。嬉しい、すごいいいよね。ハイウェーブ、ハイウェーブ、ハイウェーブ、そうです。そう、あの時からすごいやっぱ、あ、広島にこんなかっこいいバンドがいるのか。で、女の子たちだけど、めちゃくちゃ実力派で、はい、もう全国各地でもね、はい、フェスだったり、ライブツアーだったりも繰り広げてらっしゃるということで、はい、まあ、今、新しいアルバムをリリースして、まあ、リリースツアーの真っ最中。そうなんです。昨日どちらいらっしゃったんですか？昨日は名古屋でした。名古屋。すごいよね。名古屋の前はどこにいた？名古屋の前は、ちょっと空いてて、1週間前ぐらいに福岡にいました。うん、福岡？はい、福岡に。すごいね。もう本当、その、それはちなみに、車で回るのかな？車で。みんなで。そうです。バンドツアー回って、うもうザ・バンドマンな感じで。ザ・バンドマン。その車の匂いだけ嗅ぎに来た。いい匂い。いい匂いなのかな？そういう夢は抱いてていいのかな？どうなのね。そうですね。ま、臭く
くはない。すごい。男のバンドツアー、マジ臭くなるよ。よくつまみを置いてるから。つまみ食べ物の香りはちょっとあるかもしれない。なるほどね。まあ、絶賛、まあ、バンドツアー中ということで、はい、まあ、今回アルバムをリリースしていただいて、アルバムのタイトルって、荒木さん。はい。ロマンスロスです。ロマンスロス。はい。ロマンスが足りない。そうなんです。これ何枚目のアルバムなんでしたっけ？これが、うん、改名前も合わせたら、うん、フルアルバムは2枚目ですね。2枚目。で、今回、まあ、全国版ということで、はい、まあ、全国の CD ショップで購入できるし、まあ、今、それで全国巡業中。はい。どうですか？なんか変わりましたか？前回のアルバムの時と。そうですね。まあ、うん、改名した理由が、まず曲がちょっと、うん、曲調が変わったかなっていうのが、前よりちょっと、そうですね、ポップになったかなっていうのがあったので、確かに結構ゴリゴリのロックチューンからそうなんですよ、ちょっとこう柔らかい感じに、そうなんっていうのもあって、うん、結構それでもっとたくさん聴いてもらいたいなと思って改名したので、うん、ペロペロしていきますから、そうなんですよ、ペロに変えよう、バンド名でちょっとなんかこう遠ざける方もいるし、メロコアかなみたいな。なるほどね。そうですね。だからそのポップ感みたいなのは結構なんかいいように伝わってるかなっていうのは、うん、はいはいはい、はい、思います。なんかそうです、ね。でもなんかね、そのペロペロしやりたいわってもう一発で名前覚えるから、それはそれで ね、今までの強烈なこうインパクトもあって、そうですね。でもまあまたその名前に変えてまたさらにいろんな人に届くといいですよね。はいはい、ちょっとじゃあまあ今もずっと聞いていただいてるんですけれども。ちょっともう一曲ぐらいゆっくり聴いていただきましょうかね。ぜひ。はい。じゃあ曲紹介はじゃあ、向田芽衣さんお願いします。はい、では、続きましては、ちょっと夏の終わり際にぴったりな曲かと思います。ベロでさようなら様。水がこぼれた。すごい、焦った。ごめんね。アイフォンとか置いてなくてよかった。カモさん大丈夫でした？大丈夫。これね、ありがとう。すごい、こんまり。今日なんかヘッドホン壊れるとかね、水がこぼれるとか、事件がいっぱい起こってる。あ、覚えてる。その時も聞いてました。あ、嬉しい。すごいですね。すごい。今日普通のメッセージないですね、それが。そうね。どうだろう。俺がチェックしないけど。今日すれば俺、ちゃんと告知もろくにしてないよ。まあ、でも出とったらタマちゃん出してくれると思うよ。東京とかどこの箱でやるんですか？東京、最近は渋谷のオーネストっていう。ああ、うん。だから、デュオの隣か。ああ。のとこじゃないっけ。あの、あれでしょ、坂のところに何個かライブハウスがあって。割とちっちゃめの。ああ。ラボがいっぱいある。ラボがいっぱいあるところ。そうそうそう。そうです。そこで、やったな、これ。これレコーディングはどこでやってるの？大阪でーす。みんなでもうじゃあ行ってせーのでやってるってこと？割と。一人ずつ。ああ、その、この日がレコーディング日って決めて、順番に行って。まあ、順番に行って？はい。その、じゃあ今週はギター大阪行くわ。あ、そうです。あ、そんなやり方で撮るんだ。そう面白い。それもう一回喋ってもらって。じゃあ行きます。ペロでさよなら様聞いていただいております。確かになんか昔の雰囲気よりもちょっとなんか女の子感が良い、うん、あ、そうですね、可愛い感じ、レコーディングさっきまあこれ流しながらチラッと聞いたんですけど、これレコーディングはどんな感じで行ったんですか？レコーディングは大阪のライブハウスで、うん、あ、ライブハウスでね。そうなんです、ね、しかも何バラバラで、そうなんで今週はギタリストが行って撮ってじゃあその翌週ベーシスト行くみたいな、みんなで一緒に行けばすごいね。制作の時間でいうと大体どれぐらいかかったんですか、アルバム自体は。10曲入ってるんですけど、うん、このアルバムが、
結構な時間かけましたね。あ、でもじゃあゆっくり。レコーディングだけででも1ヶ月かからんぐらいかな。曲はこれ全部、向井田芽衣さんが。曲は、曲の作り方がちょっと変わってて、うん、はい、発端はギターなんですよ。うん、発端はギター。発端はギター。その、まあ、リフ専攻的なギター作って。売った以外をギターが作るっていう。荒垣さんが作るってこと。カラオケの状態を作って、うん、それを向井田に引き継いで。あれ、それにメロディーをつける。そうですね。で、歌詞も考える。そうですね。面白いね。そうなんですよ。それ、テーマとかも、もう何もなく、まず作って、あ、この曲は失恋っぽいなと思ったら失恋の歌詞にして。それが、仮タイトルがついてくるんですよ。あ、なるほど。一応サウンドのタイトルがついてる。そうです。その曲の雰囲気のストーリーはあって。うん、結構なんか、荒垣は情景とかから作るタイプなので、うん、景色とか、行為とか、物語とかが結構しっかり来るんですけど、それが、例えば一曲目にかけていただいたスローモーションラブとかだったら、うんうんうん、匂いの先っていうタイトルできてる。匂いの先すごい。味の向こう側みたいな。面白くてね。匂いの先。聞いたら、なんか犬が、うん、匂いを察知して、うん、これは何の匂いかな、その匂いを探しに行くっていう。あ、新しいの。ワクワクした感じらしくて。うん、それを聞いて、めいちゃんはでもそれ、これはスローモーションなんだなと。ガン無視ですよね。さよならサマーの元々のタイトルなんです。これは深夜の昆虫たち。深夜の昆虫たち。昆虫は夏にいますからね。まあ確かに。うん、まあ一応季節的には夏な感じで。そうですね。夜の。それをじゃあ夏の終わりの切ない感じにこうかけて。いや、でも面白いね。バンドみんなで作ってて。そうですね。そういう場合は、著作権は誰にあるのかとか、ちょっと難しいな、なんか。あ、そう。どうなのこれって。本当にだから、半分ずつの。あ、そういうふうにやってるんだ。へぇー、お金の話はやめとこうか。いや、でもすごいですね。でもライブもでも、まあ映像で僕もね、見させていただいたんですけど、すごい盛り上がりがね、今こうやってにこやかに喋ってくれてるけど、もうなかなか危機迫る感じ、ね。踊ったりはしないの。さすがにそれはライブじゃもう不可能。やったりする。ああ、そうですね。なんかギターを弾きながらなので、そうですね。なかなか曲によってはこう置いて、ハンドマイクで、うおーって、やるんですけど。かっこいいよね、めちゃくちゃ。だいぶこう振り切ってる感じで。そうですね。なんか、あれだよね、微妙にちょっとこう路線外れた話だけど、世紀末ちゃんと仲いいんですね。あ、そうなんですよ。なんかね、そう、フラワーの時に見に来てくれてて、俺らのステージに来てたまたま、あ、いたんだ、みたいな。世紀末ちゃん、出身校が一緒なのよ。あ、漫画家さん。そう。なんかね、やっぱこのぐらいの世代の子たちはこうやっぱ独特の世界観を持ってらっしゃるんだろうなという。そうね、うん、でもなんかそのペロとしてなんかどういうことが描きたいとか、なんかどういう音楽作っていきたいとかなんかあるんですか？なんかこうテーマとか。そうですね。うん、でも変わらず一つやっぱ、まあ、歌詞、私は歌詞をまあ書いてるので、うんうんうん、歌詞で言うとやっぱり女性ならではの感情であったりとか、うんうん、なんか。まあ恋愛で悩んでいるとか、うん、こうまあ、いろいろあると思うんですけど、そういうのをこう、なんかちょっと恥ずかしい部分であったりとか、うんうんうん、なんかこんな風に思っちゃいけないんじゃないかなとか、思ってることをあえて、なんか歌なら歌えるなと思って、言葉にして、それ聞いてもしなんか、あ、間違ってないんだなとか、なんか思ってもらえたら嬉しいなと思って書いてます。じゃあ結構お客さん、ファンも若い女の子も。それは多分サウンドの問題、うん、サウンドがあんな感じだからだと思うんですけど、うんうんうん、結構、なんだろう、お父さんお母さん世代ぐらいの。結構から、音楽としてじゃあ、そうですね、高校生ぐらい。幅広くね。はい。見てくれて、たぶんこのギターの荒木のおじさんみたいなギターでよくなってた。なんか、すごい。平成生まれの女子が考えてるとは思えないギターです。音作りとか。サウンド的には、うん、もうなんか、そこまでジャンルにとらわれずに、うん、自分たちがかっこいいって思うのをちょっと追求していきたいなとすごい思います。うん、その挑戦していきたいです。
広島にいるんだよね、普段は。そうですね、まあ、バリバリ住んでますね。で、どこでリハとかするの？リハとかももう広島の市内のスタジオ、ね、市内のスタジオで。え、どこに行ったら会えるの、ペロは。どこのスタジオでリハしたら、あ、やべ、あれペロだってなるの。今一番使ってるのは、ノリサウンド。ノリサウンド。来ましたか、皆さん。ポスター貼ってありますよね。あ、あそうなんだ。この後ね、この子います。行くんだ。この後、夜な夜なリハして。そうですね。ね、俺が行ってる美容院にも貼ってあるよ、ペロペロ。そうなんですよ。一緒だろ、一緒だろ。みんな貼ってや。うん、今、多分嬉しそうに聞いてると思いますけど。すっごい嬉しそうにしたから、ね。はい。まあ、なんか音楽的なところね、いっぱい聞かせていただきましたけれども、はい、まあ、ちょっと、なんだろう、年齢とか公開してるのが今だから、25歳。25歳。なんかこう、どう、その、何が好きなの、何が好きなの、ざっくりですね。ざっくりですけど、全国いろいろさ、まあ、ツアーで旅もしてるわけで、はい、まあ、一応今、食欲の秋っていうことで、はい、おすすめのラーメンのね、紹介とかしてるんですけど、どう、なんかラーメンとか食べないか、このぐらいの赤い。食べる。めっちゃ食べます。え、その、ガールズバンドってさ、ライブの後に、あーっしゃ、みんなラーメン食い行こうやってなるの？めっちゃありますよ。あ、なるんだ。昨日も食べたもん。そうなの？名古屋で？はい。名古屋のラーメン。台湾ラーメン。あ、台湾、あ、名古屋です、ね、そう、あるのね。ちょっと辛いやつね。全国いろいろ行ってさ、ここのラーメン美味しかったとかありますか？うわ、悩む。では、私は、東京の。一緒だ。新大田でしょ。新大田。うん。何ラーメンだったの？グリーンカレーラーメンと、グリーンカレーラーメン、宮城くんラーメンがあって、カレーの、すごい深夜まで空いてて、うんうん、打ち上げ後に行けるんですよ。なるほどね。行きたい。俺ら、東京行ったら絶対餃子ばっかり食べるもんな。ね、そう、美味しいとこがあるんよ。ちょっと後で教えますね。女子だけで歌舞伎町で心配ですよ、ね。いや、そうだよね。確かに、あれ、女の子歩くとさ、なんか、ちょっとキャッチっていうか、怖い黒人のキャッチとかいるよね。怖いですね、あの部屋の。でも、どうですか、全国回ってて、なんかこう印象に残ってるエピソードとかね、トラブルとか。トラブルよく起こります、ね。車上荒らしとかどう？俺ら一回あるけど。本当ですか？ぴょんちゃんはいなかった時だ、まだ。そう。最初のツアーの時に、もう財布とか、カメラとか、あと下着一式取られた俺。あれみたいな。こんな序盤で下着もうなくなったよ。どうですか、なんかトラブル的な。でも、直樹さえ、事故ったよね。事故ありました。それは一番やばいやつだね。怪我とかは全然なかったんですけど、普通にポンってぶつかって、やっちゃった方、やっちゃって、しかも全然、なんていうんですか、ガードレールとかだったんで、あ、物損的な。いや、そうなんですよ。ミラーがボロンって。マジでそれやばいね。そうなんですよ。って言って、止まります。音がした時に、ちょっと、生きてるって思音はすごい。だってミラー取れるって結構な音だもんね。すごかった。シャンっていう。なるほど。事故。まあでも、本当にやばいトラブル、まあ、それマックスぐらい、じゃあ。そうです。命に関わるのは、マックス。だって女の子だけでツアーしたりするんでしょ？いや、もうバリバリ。バリバリも。あ、そう。危ないよね、なんか。いや、めっちゃ道間違えますね。大阪の方とかやっぱり、いや、だって、車もね、東京とか、それこそさっき話してた渋谷のさ、オネストのあたりとか、すごいややこしいじゃん。そうなんですよ。あと、なんか、高速降りちゃった、みたいなね。まだまだだったのに降りちゃった。昨日も降りちゃいましたね。ね。地下入っちゃうともう、そう。ナビがいい、もう。一回ナンバーの方で俺らさ、あったあった、ここだって言ったら、なんかそのまんま、そのまま阪神高速乗っちゃって、また乗っちゃった、みたいな。ありますよね。ツアー版あるわ。感じですけど。話が脱線してるんだけれども。まあ今、絶賛ね、そのアルバムの、まあ、ツアーも回っていて、まあ、広島のリリース、まあ、ツアーの初日が、まあ、広島だったということで、まあ、この後も、でも、今から次は
次が大阪が25日。大阪。あさって。はい。あさってか。もうすぐだね。名古屋から帰りしなに行けたらよかったのに、一回帰ってきて、アコラジからの大阪行ってくるんだ。ありがとうございます。大阪。え、ツアーファイナルとかはちなみに？ファイナルが26日の東京。東京で。ファイナルっていうことで。このまあ、アコラジもね、東京の方もたくさん聞いてくれてると思うので、東京の皆様、場所は東京。渋谷のオーネストっていうライブですね。今月の26日、金曜日、はい、ペロの、これは、ワンマンと。これは、スリーマン。スリーマンで、ということで、この今聴いていただいているアルバムも購入できるとのことでですね、はい、ぜひ東京、そして関西の皆様もね、はい、広島魂をぜひ聴いてあげてもらえたらなと思います。ペロさんのサイトが、うん、そうですね、ホームページが。ペロで検索したらいいのかな。ペロで検索したら。ペロペロしてやりたい技で検索してもダメだ。多分、もう出ないですね。あ、もう出ないんだ。ちょっといかがわしいサイトですね。なので、アルファベットでね、P、P、E、R、O で、検索していただけたらなと思います。はい、時間もと残りわずかとなりましたけれども、はい、どうですか、このアルバム持って、なんだろう、どんな風にこう、どこでやりたいとか、なんかでっかいフェス出てやるせとかありますか？わ、出たいですね、うん。今後の目標的なものはなんか、どう？そう、なんか変わらずでもずっとあるのは、もう、できるだけ長く。長く。もう、できるだけ長く作りたいっていうのは、二人でずっと言ってるのはあるんですけど、でもそれに加えて、今本当にもう、たくさんの人に知ってもらいたいなっていうのが、もう、このアルバムできて強くなったので、名前も変わったし、メンバーも正式加入して、新生ペロとして、ね、スタートして、そうですね、知ってもらいたいですね。いろんな挑戦をしていきたいと思います。なんかね、だって本当になんかバンドシーンでどんどんね、夏フェスとかもまた、うん、そうですね、これからどん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 また広島発でね、はい、にぎやかになっていくかなと思いますので、ぜひ全国の皆さんも、ペロを応援して、いただけたらなと思います。お願いします。じゃあちょっと最後にメッセージと曲紹介をよろしくお願いします。はい。改名して気持ち新たに、もう新しいバンドとしてスタートを切ったと思うので、改めて、ぜひ、ペロをよろしくお願いします。お願いします。はい。そうですね。広島魂でさっき言っていただいたんですけど、本当にその気持ちで、広島発で頑張っておりますので、広島の皆さんにもまだまだ知っていただきたいですし、これから全国に羽ばたいていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。では、最後に一曲聴いていただきます。はい。はい。はい。ペロで、優しくて強い風。ちょっと後で乗せていい？ちょっと待ってね。はい。最後にまた名前紹介してありがとうございましたっていうのを入れるわ、途中で。はい。で、あとこれ、俺が紹介しとくね。この11月3日。広島。これ、バージェットでいいのかな？広島バージェットで。はい。あ、ジェットさんのところ。あ、そうです。ジェットさん。あそこでやるんだ。へぇー。ジェットが働いてて。アコースティックワンマン。11月3日。2日危ない。2日の金曜日。大丈夫、俺ら。俺らあれだな。船乗ってんな。豪華客船ダイブやってるわ。すごい。かっこいいよね、でもマジで。バンバン売れると思うけどな。すごいよね、でも。事務所とかどうなってんの？これは今は。がその大阪のライブハウスがやっあっていう。ライブハウスがやってるの。流通だけとか。なるほど。載せます。ペロで優しくて強い風聞いていただいておりますということで本日のスペシャルゲストとして、ガールズバンドペロから、ボーカルギターの向田芽衣さんそして、ギタリストの荒良木さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ペロのですね、ワンマンライブもまた12月23日広島セカンドクラッチバンドセットワンマン、その手前に11月3日、広島バージェットでアコースティックワンマンも、あ、ごめんなさい、11月の2日、はい、バージェット、これ結構ね、はい、アットホームというか距離も近い感じで、うん、アコースティックワンマンとかもやるんですね。
そうなんですよ。2個でやってよ、じゃあ一回、アコースティックワンマン。ぜひ、今後とも、リスナーの皆さんも応援していただけたらなと思います。ペロの二人でした。どうもありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。あとで写真を。そうね。ちょっと後でいい。はい。ちょっと待っとくなっていい。あと15分ぐらいとかでいけ。はい。キョンちゃんのが21か。お疲れ様です。ミッシュルのミノシモ。はい。いいんじゃないですか。コメントありがとうございます。行きたかったな。ツイッターをチェック。ありがとう。ツイッター。かっこいいよね、ペロね。かっこいい。普通に好きよ、俺。生で見たいな。そして可愛い、うん、女の子にすごい憧れる系の子だよね、メイちゃんね。女の子がなんかかっこいいってなるタイプの、うんうん、高校生とかツイッターはしてない。いやいいね、ネロ、はい、なんかかっこいい。まだ若い世代で今から多分もうバンバン売れてってほしいな、本当、はい。でももう今もすでにもう精力的にね、すごいいろんなところで、はい、ライブもして活躍してらっしゃるので、はい、各地のね、皆さん、応援に駆けつけてあげてください。アコラジはペロを応援しております。さて、メッセージいっぱい来てるので、ダラララッと紹介していきましょうかね。ラジオネーム、つつくんから、香川さん、きょんちゃん、こんばんは。こんばんは。前回のきょんどセレクションでは、バラフォン、マリンバアンサンブルの皆さんのカデラスを聞くことができました。バラフォンはマリンバの原型であることが分かりました。香川さんの話で音楽ソフト、オゾンとニュートロン。もうこれ、バラフォンだの、カデラスだの、ニュートロンだの、オゾンだの、難しい話だな、これ。ありがとうね。興味深かったです。さて、今月のテーマですが、私がミスター・チルドレンさんの好きな歌は、NHK の北京オリンピックとパラリンピックの放送テーマソングだったギフト。白と黒と白か黒で答えろと言うんですかな、結構有名な曲ですけども、つくんどもありがとうございました。そして、ラジオネームじゃあいくまるちゃんからのメッセージです。香川さん、きょんちゃん、こんばんは。こんばんは。ちょっと出遅れましたがジャックランタン聞きました。ありがとう。今日12月ライブのチケット届きましたよ。ありがとうございます。やっぱりチケットが届くとワクワク感が違いますね。楽しみにしてます。前回好きなラーメン屋さんを投稿させていただきましたが、逆に香川さんときょんちゃんの好きなラーメン屋さんのお話聞いてみたいです。あともうすぐハワイ行かれると思いますが、行ってみたい国はありますか。質問攻めですいません。私はシンガポールが好きなんですけど、本当おすすめです。今日のリクエストはミスチルのオーバーです。旦那が好きらしいです、うん。それからペンネーム運転が疲れたかいわれさん、きょんちゃん、かがさん、こんばんは。こんばんは。今日初めて廿日市に行きました。おありがとうございます。トンボ狩りで今は家で聞いてます。すごい。岡山からわざわざありがとうございました。アコラジを生で、見ようかと思ったのですが、明日の仕事の、支障が出たらいけないので、FM 廿日市のスタジオだけ見て帰りました。生のきょんちゃん、見たかったです。ミスチルの CD をいろいろ買っていたのに、引っ越しでどこに行ったのか見当たりません。リクエストしたいのは名もなき歌です。ドラマ、ピュアの主題歌で、和久井さんも好きで歌を聴くとうるうると、歌、ドラムも大好きです。よろしくお願いします。です。はい。はい。はい、こちらもご紹介させていただきます。ラジオネーム、にわかカープファンさんです。はい。香川さん、きょんちゃん、こんばんは。こんばんは。早速ですが、うちの近所に変わったラーメン屋さんがありますよ。街、うん、の中心から少し離れた川沿いにあって、カウンターだけのものすごく小さいお店で、ここは水道あるの？器って洗ってるの？どこで仕込みしてるの？みたいなお店なんですけど、なんとなくいつもお客さんがいて、気になるのでいろんな人に情報収集すると、すげーうまいよっていう人と、クソまずいぞっていう人と真っ二つなんです、うん、普通の意見がないのです。なので潰れもしない代わりに行列もできない。続いて40年は営業しているお店なんですよ。私も行ったことはないんですけどね。リクエスト曲はカープの優勝を願って、香川さんのエブリバディクラップをエブリバディカープに変えて歌ってほしいです。
この曲は確か。ああ、確かに。一回も思いついたことなかった、それ。テニスのイメージで作られたと記憶してますが、打たれても打ち返してやれのフレーズは今年のカープにぴったりだと思います。確かに。おぉだな、それ。カープマン、カープニワカープ。やればよかった。来年ね。はい。はい。ラーメン。まあ前回もラーメン紹介しましたけど、はい。前回俺東京の野口を、まあ推したんですけど、はい、広島でじゃあどこかってなって、ついこの間食べたのがね、はい、なんかね、いろいろ行って一周回って、はい、来々亭の豚キムチ定食がね、やっぱうめえなという。定食。もう、ラーメン。ラーメンは、麺は、麺の硬さ、粉落とし、ネギ多め、あと普通で。うん、あの、頼むやつが、本当に、やっぱうまいなと。あちょっとオプションで、ご飯をチャーハンに変えてもらって、はい食べて、食べれば食べるほど、まあ、太るんですけど、はい、まあ、大体2個でさ、ライブやった後に、はい、夜遅いから、この辺空いてる店があんまないから、はい、大体ガバか、ね、ライライテとか行って、はい、こうみんなで食べるみたいなね、はい。やっぱりライブっていうのは、ラーメンを美味しくするスパイスだと思ってるんで、僕は。のために存在してると思ってるんで、ぜひ、ライブの後に、ラーメン食べてもらえたらなと思いますけど。いいですね。きょんちゃんは広島のラーメン屋だったら広島のラーメン屋、なんかこう、ここっていうのがなくって、うんうん、もともと昔、尾道で食べた尾道ラーメンじゃなくて、うん、じゃなくて塩ラーメンがすっごい美味しい店あって、あそこが一番だと思ってたんですけど、うん、なんか店主さんって体調崩しちゃったみたいで、閉店しちゃったんですよ。うんうん、あ、そうなんだ。それから私はもう塩ラーメンを求めて、ちょっと今探してるところです。皆さん教えてください。塩ラーメンが大好き。塩ラーメンね。塩ラーメン。はい、ああ、でも俺なんかこってりが好きだから、塩ラーメンってあんまり食べないから。でも来年の塩ラーメン美味しかった。あるんだっけそんなの。びっくりしちゃった。うわ、美味しいと思って。へぇー。なんか濃いめの塩で。はい。その、何度も言うけど、その、東村山の西武八木沢駅の近くの野口の、はい、その、香川スペシャルの、はい、その塩顔ラーメンも、はいはい、塩顔ラーメン。まあ、塩ベース、まあ、パイタンではあるんだけど、うんうんうん、まあ、そこに塩味のスープというか、まあ、醤油か塩か選べるんだけど、今度東京に食べちゃう。ぜひともちょっと食べていただきたい。はい。ミッシェル特集って言いながらミッシェルの話全然してなかったんで、リクエストね、ちょっとなんか、名もなき歌とかちょっと軽く、せっかくリクエストいただいたんで、ちょっとやってみようかな。いや、いけるかな俺。どうだろうな。名もなき歌、歌詞いけるかな。ちょっともう、ワンコーラスぐらいで、せっかくいただいたので、じゃあ。くんちゃんも、8ビートで、じゃあ。はい。ちょっとくらいの一本物ならば残すのに全部食べてやるわけじゃない。よし、歌詞全然出てこなかったわ。サビいきます。はい。あるがままの心で知られるようなんだ。誰かのせいにして少し知る知りたくなり気づいてた悲しさの森の中でもがいてるなら歌ってそうなんだ。何言ったかその恋を好きには誰よりけどどうしてもその度心を痛めるような時代じゃない。誰かを思いやったになり自分の胸突き刺さる。だけどあったよままの心で仕事願ったら人はまた生きたい。知らぬ間に気づいてた自分らしさの森の中でもがいてるなら誰だってそう、誰だってそうなんだ。感情的な形のないね伝えるのはいつもこんなねだから何
なんとなくいけた。ということで、10月はね、ミッシル芸人に、まあ、なんとなく乗っかって、ミッシル特集ふわっと、やりましたけれども。残念ながら、このね、YouTube のこのライブ配信、ものすごい生演奏の音質が悪いんですよ。なのでね、ぜひ、音質的にはサイマルラジオの方で、インターネットでね、ラジオ、音声で楽しんでいただけたらなと思います。はい。さて、我々はなんか、次回の放送の時に、まあ、僕がいない関係もあって、次回ちょっと生放送できないので、はい、収録でね、次回の11月の放送一発目は、させていただこうかなと思うんですけれども、今からね、ちょっといろいろと動きまくりまして、はい、まずは11月の頭に僕ときょんちゃんと友安くんとか3人で、初めて僕乗りますけど、パシフィックビーナス。はい、豪華客船。豪華客船に乗り込んで、はい、長崎に行きつつ、帰りのなんか、ステージで、我々の、はい、アコースティックワンマンライブがさせていただけるということで、初めてね、ちょっと船の旅に、はい、楽しみですね。行ってこようかなと思っておりまして、はい、まあもう残念ながらチケットもうすべて、はい、なんか、500席っていうか、はい、全部完売っていうことでね、結構賑やかに、でもとても豪華な、はい、ステージとして船の旅になるということで、ちょっとね、ワクワクしております。はい、その後、僕はハワイの公演もありまして、11月、9日から行って、で、11、12とハワイでのコンサートもあります。ハワイでお待ちしてます。いいなハワイでね。ちょっと宝くじ当てて。あれ、誰当たったんだろうね。花火大会来た人のうちの2名がそのハワイツアー当たるっていう。その、多分一緒に、こう、まあ、お会いできると思うんだけど、その何千人の中から、当てたその方をですね、はい、強運の持ち主、はい、しっかりちょっとさすって帰ろうかなと。ご利益で、はい、まあでもこれで10月も終わりということで、はい、まあ10月31日ハロウィン、どうきょんちゃん仮装とかってある、なんかイベント、何もないです、何もなし、はい、俺もちょっと今回は今年はハロウィン的なイベント何もないんだけど、はい、結構さ、今日のライブの MC でも話したんだけど、なんかだいぶ日本にもさ、ハロウィンの文化がバンバン入ってきてて、31日に広島市内とか行ったらさ、はい、カオスなことになってるじゃん。そうですね、怖い顔の人がいっぱいいますね。ゾンビいっぱいいるじゃん。だからなんか年々ね、はい、そのなんか白熱してるんで、はい、ちょっとなんかそれも今年も31日どうなってんだろうみたいな。はい、ちょっと様子をね。ね。ねまた、ニコでのシマウマの格好したライブもね、やりたいなと思いますけれども。いいですね、はい、やりましょう。ぜひぜひ。そして、まあなんといってもカープが日本シリーズ。はい。これから日本一になるのかというね。広島はバンバン盛り上がっていきますんで、はい、なんかちょっと夏は災害でね、ちょっとカッと盛り下がってましたけど、今からカープと共に、今年の年末までカッと盛り上がって、はい、ぜひ日本一になってね、ちょっとなんか、盛大な盛り上がりを広島も見せてもらいたいなと思いますので、はい、みんなで応援していきましょう。ということで、本日の放送はここまで。お相手はシンガーソングライター、加賀ひろみと、川本京子でした。バイバーイ。